Digita News Web.非常に日本、特に高齢化社会に伴って足の疾患を患われる方が非常に多いんですけれども、それが血行が悪いのか、ただ単に傷ができているだけなのかが分からず、ずるずると総傷治療が長引いてしまう。足の傷が治らないからベッドにずっといることになってしまう。そうすると病院から出られない。そうすると家族とも隔離してしまう。断絶してしまう。そうするとどうしても高齢の方だとなかなか精神状態も保てなくて、生活の楽しみもなくなりますので、いわゆるボケてしまうというような状態になる。それがだんだん雪だるま式に病気が進んでいってしまうことがよくあるものですから、足はしっかり治して日常生活を取り戻していただく。足の傷があるせいで生活の質が下がるというようなことはないというような国にしていきたいというところですね。